危険術、好きなタイプは剣道小林、ボーン来てやす。はい、今日は恐ろしいマジック解説していきます。お楽しみください。実演。はい、では解説していきます。未成年の方はやらないでください。まず種を説明すると、火をつけて下ベロで火を消すみたいな演出なんですが、下ベロにつける直前に火を消しております。動きはベロを出して直前で、ここでハーッと二酸化炭素を送ります。二酸化炭素を送ると火消えますからね。ハーッとフッとかやったらもうバレますからね。ハーッとやると消えます。で、直前に一瞬見えなくなるんですね。一瞬この辺でハーッとやってもここ見えないですよね。で、その後ベロに押し付けます。そうするとジューって音が鳴るんで、まあ、ちょっと熱いですよ。ちょっと熱いですけど、直前でハッと消してからジューってベロに当たってるところを一瞬見してあげて、でミスディレクションすごいかかってますので、その隙にこうやってねすり替えます。あーあっちーみたいな感じで電池を入れ替えます。あっちーってもうみんな見てないですからね。そして入れ替えて、ここでちぎったふり、ちぎったふりですね。ちぎったふりをして、で、もぐもぐやってるとみんなこっちに注目するので、その間に人差し指と中指でこんな感じで挟んでおきます。で、挟んでふっと息を吹きかけると同時に親指でこのように押し上げてあげる。これだけでございます。実際にどのようにやるかというと、まず火をつけます。火をつけたらこうね、木の部分を黒くします。黒くしてベロを出して見えなくなったところで消します。その後にベロでジューって音がします。ここちょっと熱いですからね。その後に、ってなってるんで、あーで、顔を下げながら、こっちはね、噛みます。こっちは噛んでますね。で、噛んで、で、もぐもぐして、こいつやばい人と思わせといて、なんだ、ふってやるってことですね。で、ここ、今ちょっと黒い服で見えづらいと思いますが、最初の段階でこの辺りをね、木の部分を黒く焦がしておかないと、ビジュアル性に欠けるので、最初にここの部分を焦がしてるというものです。もしベロに当てるのが嫌だっていう方は、はーって消した後、そのまま、こんな感じですね。はーって消して、そのままこうやってちぎります。ただこれは私はやったことないですけど、これでも通用すると思います。多分こんな感じですね。消してこのままですね、すり替えてでふっていう感じですね。これだとベロはね全く熱くはないんですけど、まあ、ジューってなるとね、やばこいつみたいになるんでね、おすすめです。火をつけたら木の部分を焦がしてこう近づけて、二酸化炭素一瞬見えなくなるんでね。で、その後ジューっと音をさせて、あかんでこのじゃあ切ってやってプッですね。別にマッチの復活やらなくても、この下ベロのところでジュッと消すだけでも十分受けますので、そこだけやっても問題ございません。度胸があれば非常に簡単でめちゃめちゃ受けるマジックでございます。気をつけながら練習してみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。下ベロ多少熱くはなりますが、以前タバコを口に入れるタンギングでも解説したように、口の中の火傷は慣れれば平気ですし、すぐ治ると思います。多分ですけど、お店にあるマッチなどで即席でできるリアクションの非常に取れるおすすめトリックではございますが、こちらは一切責任を負いませんので、自己責任でやってください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。